どういった朝をお過ごしでしょうか。白シャツ、そうよ、もうね、くったくたになっちゃった。さっきまでピンピンだったのに、準備してる時になんかすごいねくたくたになっちゃいましたけど、おはよう。お腹減ったんだよ今日の朝は。特に昨日ショールームでも行ったんですけど、なんか一日食べれなくて、食べれないっていうか、その食材が家になかったから、あったんだけど、まあなんかそれが気分じゃなくてみたいな。それで買いに行かなきゃいけなかったのがマジでなんかめんどくさすぎて昨日。だから夜ね8時に食べたんですけど、それだけだったからかな、めっちゃお腹減ってる今日は特に。だから後で朝ごはんも食べます、食べますよ、食べますけどね。それでね、私一晩寝てすごく衝撃まだ衝撃っていう、あのオンラインおしゃべり会が24部完売させていただいていて、あと16部しか残ってないので、それを昨日やっとなんか確認できて、今日の朝起きてもびっくりしてるった今日の朝起きてもびっくりしてた。でもあと16部なんで、16部もうちょっと頑張りたいですね。ぜひ皆さんお待ちしてます、よろしくお願いします。ぜひぜひあのおしゃべりしましょう。まあ生写真も今書いてますからね、もう少しお待ちください。はい、本当はね生写真サインねみんなと書こうとしてたんですけど、サイン書こうって言ってみなんちにお泊まりする予定だったんですけど、そうだけどね拒否られた。衝撃だよね。お腹減ってきた？みんな朝ごはん食べましたか？여러분밥먹었어요？なんか食べた？아밥먹었어요。いいの？何食べましたか？朝ごはんまだだからすごいよ、なんかすごいさ、韓国のファンの人の方が食べてる率高いんだけどご飯食べたって韓国のファンの方の方が。焼肉は朝からちょっとすごいんじゃない？それに関しては白食長すごいよ。メロンパン食べた、いいな、メロンパン食べた、いいな。今日の朝は生ハムと、昨日ね、これもう本当に言いたかったんだけどね、ハートありがとうございます。あのね昨日アボカド食べたの、アボカドしたらね、もうなんか表面はすごい柔らかいのにまだ中の方かなり硬くて、サクシャリみたいな、本当に硬くて食べないと食べれないぐらいの硬さのアボカドを食べました。すごい美味しくなかった
1週間ぐらい無理なのかなって感じ。え、めっちゃショック、本当にショックだったんだよね。私アボカド大好きなんで、アボカド美味しいじゃん。私どっちかっていうと、やトロトロのアボカドより硬いやつが、あ、硬いって言っても、まあ硬めのやつが好きだから。いや、なんか今めっちゃ低い声好きだから自分の最大限の低いボイスで言ったや今。そうだから、まだ熟してなかったんですよね。今また置いといてますけど、外に。びっくりした今。待って、お腹減りすぎてなんか喋れなくなってきた、やばいやばいよ。お腹減った、お腹減って起きたんだもん今日。ということで、あ、今日は火曜日なのでカラオケ配信なんですけど、あ、そうじゃん、今日2週間連続お祝いデーだから、ふーイエーイ、おめでとう、ありがとう。あ、すごいバラタイミング良い、ありがとうございます。2週間 Thank you thank you everyone thank you everyone thank youみんな Thank you。 あ、なんだっけ、パー先生、ありがとうございます。じゃあ、まあ2週間目、もうん3週間目になるのか。じゃあとりあえずカラオケ配信しなきゃいけないので、今日は朝から歌いたいと思います。すいません、イヤホンつなげてました。声出るってね、私もそう思うよ。何歌おうか。最近のナビの流行り曲はイコラブさんかな。いやー、でもちょっとイコラブさんはすごく難しいじゃないですか、曲調的に。それを、こんな歌が下手なやつが、しかもイコラブさんってマジみんな歌うまいし、なのにこんな歌下手なやつがこんな寝起きにイコラブさんの曲を歌ったらもう終わりもんだと思ってるから、ちょっとね、そりゃそうよ、イコラブさんの曲は歌えないよ。何今の、誰あくびしたの、やめて、あくびしない、あくびしないよ。あれらしいよ、あくびが映る人ってね、すごくね、自分の中でね、なんか好きな人、なんか好きな部類に入ってる人みたいな感じなんだって。知らんけど、最近知らんけど言っちゃう、知らんけどってめっちゃ無意識だよね。無意識な、ダメダメだよね。だからね、じゃあ何歌おうかなえ、何歌おうかな、何歌おう、ワイシャツかわいい、え、嘘、嬉しい。ちょっとこんな感じで、韓国に行った時に買いました。割とね、私韓国何回も行ってるんですよ。そうだから、あんまり言ってないけど。あのね、韓国行った時に、韓国に友達がいるんですけど、あの、プデューツなの。プリューですごく仲良くなった子と買い物に行きました。韓国で。行ったことあったっけ？初めてだったからめっちゃ嬉しかったんだ。え、何がいい？青臭いの？いやいや、ちょっと朝から厳しい。
あなたの代わりはいない。これイヤホンからみんな聞こえてますか？わかんないよね。じゃあちょっと聞くでいきますわ。ちょっとわかんないんだけど、なんかちょっと聞きたくなったから。聞くだけ。あ、やばい、今回は音楽が聞こえる。あ、そっか、これ音ないのか、カラオケだもんね。なんか、残ってて。わかんないんだけど、わかんないから。憧れ。すごい。音楽かけるみたいな。なんで音楽かけるみたいな。感じでさ、選んじゃったんだけど。なのマジきついな。びっくりしたね。びっくりしたね。聞こ、みんな歌っていいからさ。あ、すごい腕の中見えるやん。ほら、はあ、下手い。ちょっと待って。あ、懐かしい。私 HKT さん大好きだったんですけど。あ、大好きなんですけど、初恋バタフライで、あ、初恋はバタフライ大好き。初恋バタフライの田島さんマジ可愛いよね。 MV のマジで可愛いよね。ねえ、な、HKD さん高いなー。じゃ、歌うわ。何がいい？何がいいんだい？あ、じゃあみんな、電車とかの中でも、声出していいよ。何が曲するかよね。イェーイ！どっちに合わせればいい？合ってた、今。やってないよ。だって喋ってるのもだと怒られてるの。じゃあどうする？じゃあ責任を歌おう。いやー、出なかったー。合ってる、これ。これさ、合ってなくない？私の声めっちゃ遅れてくるんだけど。テトラポッド寄せて帰る波音、君が近づいた世界です。今まで君が守っていたもの、どうすればいいのだろう。僕はただ、合ってる今の。仲いい君を、ちょっと待って。動けないよ、12秒。どう？合ってた？今、音が響いた。
ろそろかな。めっちゃ遅れてるもん。君と目が合った金的。え、これノイがさ BGM 音量なくしたらみんなも聞こえなくなっちゃうもんなの。だとしたらめちゃくちゃ恥ずいんだけどさっきの。どういうこと？これ何も。そりゃそうや、そういうことだよ。悔しいです、悔しいです。じゃあ HKT さんですね。あ、私この曲大好きだった。このさ M ステめっちゃ見たもん。はい、はい、どうぞ。懐かしくない？何だっけ、ロンクめっちゃ覚えたの。こんな感じじゃん。わかんないんだけど。未来いつも日別の姿風に吹かれて何人かの人に後発しなくて何にもかけずに。わかんない。この曲大好きやったな。みんなの青春曲だよな。じゃあ違う曲やろう。ケイリーさん、昨日ね、サニーさんからね、なんか意味わかんないね、この漫画がおすすめみたいな。多分招待したらなんかポイントがもらえるんだろうね。そういうやつを送られてくる。まだ帰ってないけど、何かしてあげようかな。最近いらないね、スタンプ、ラインスタンプを買いまして、あ、すごい BGM みたいな感じで使っちゃってるけど、カラオケ機能だって歌ってくれてんだもん。ありがとうございます。放送だからね、あのね、
なんだっけ、画面にゴミが点点点ハテナって調べると出てくるんですけど、このスタンプを買いました。おすすめ。あ、ルーナのさ、ルーナのさ、あれ見ましたか？なんかグラビアみたいな。それ、あ、いや、はい、ルーナのグラビアが、はい、これ。喜ぶよね。え、あのね、レイナとアイナと食べてたんですけど、レイナのさ、あのなんかピンクのブラみたいなブラ着てるやつあるやん、レイナがそれをね、画面を送ってきて、で、なんか揺らすの使ってくれて、揺らしながら超を求めてみるとめっちゃ楽しい。変な意味してないね、これね。こっちやぞ。全体的にプリプリしてるとか、朝からうわ、なんかちょっとやだで、ね、ちょっとやだ、消しな、コメント消しないの、消してあげようかな、なんかやだわ、マジでグラビア顔できる待って、グラビア顔ってないね、待って
グラビア側って何？あ、今ね、無意識に変顔してた？今、もしかして。ごめんなさい。グラビア側ってないね。ね、でも楽しみですね。スクショ、はい。14!はい。グラビア顔。グラビア顔って何？あ、じゃあ、レイナのさ、あれでいいじゃん。なんか、こうやって脇上げてたよね。脇上げてた。もう言い方がさ、おばあちゃんみたいになっちゃった。挑発的な。難しかった難しかったでーす。ということで、皆様ありがとうございました。いや、何今なんかでも朝ごはん食べるからさ、もうすぐ来ちゃうからね、配信もね、もう切るからね。今日も皆さん一日すごく頑張ってください。すごく頑張ってくださいね。ということで、ありがとうございました。ねえ、やだー。ね、何今のって感じだったよね。意外にマンゴーがレイラのグラビアですとか言いながら配信しちゃって。やだやだ。ということで、ありがとうございました。また明日ねー。明日は韓国語勉強かな？水曜日。ありがとうございましたー。切るかい？ 3、2、1、アバイヨー！バイバーイ！